次に佐々木健翔君。委員長。佐々木健翔君。尿教担当の佐々木健翔でございます。5分ですので、端的にお聞きします。一般論で、ありますが、閣議決定の際、ある案件について反対する大臣が一人でもいたらどうなるのかという点です。多数決というのはあり得るのか、それとも全閣僚一致、これが原則なのか。反対した大臣の扱いはですね、この全閣僚一致という原則であるときには一体どうなるのか、この点をお聞きしたいと思います。野田内閣総理大臣。一般論ということでございますけれども、内閣は憲法第66条第3項により国会に対して連帯して責任を負うこととされていますから、内閣の構成員すべてが一体として統一的な行動を取ることが要請をされており、閣議における意思決定は全会一致によるべきものと考えております。委員長。佐々木健翔君。その場合、反対を仮にですよ、する大臣が一人いたとしたらそれはどういう扱いになるんでしょうか。いいですか。野田内閣総理大臣。基本的には全会一致でございますから、これまでの過去の例を見ますと、そうでない方がいた場合には代わっていただくという対応をしてきたというふうに承知をしています。委員長。佐々木健翔君。そこで消費税の問題ですけれども、我々はこの消費税増税に反対をしてまいりました。これは低所得者を直撃してですね、中小企業業者の営業を破壊してですね、全体として景気を冷やす、いいことはないということで、財源を示しながら反対をしてきたつもりであります。で、現在、与党であります国民新党の自見大臣やその前の亀井静香大臣に私質問しました。消費税についてはどうなんですか、聞きましたら、お二人ともですね、これまで、反対ですと、増税には反対ですと明確に答えてこられたわけです。ところが、消費税増税を柱とするこの対抗については閣議決定の際、自見大臣は署名をした。で、そこでこの法案にはじゃあ当然賛成になるんですよねと、この場で委員会でお聞きをしたらですね、家庭の問題には答えられません。賛成するとは決して言わなかったわけです。これは何回も聞いたが、そうでした。そうすると法案化したときに署名しない大臣が出てくることもあり得るということであります。で、署名を拒否した場合はですね、これ連立は解消するということになるんでしょうか。野田内閣総理大臣。そういう悲観的なたらればにお答えしてもしょうがないというふうに思いますが、これまでも重要政策を推進する際には連立与党である国民新党の例えば亀井代表あるいは下地幹事長含めて意見交換をしながら調整をしてまいりました。厳しいお叱りをいっぱいいただきながらもご理解をいただいて、これまでご賛同いただいてまいりました。基本的にはそういう丁寧な議論の積み重ねの中でご理解をいただくようにしていきたいというふうに考えております。佐々木健翔君。亀井代表はですね、こんな消費税増税なんていうのはとんでもない話だと、最近までずっとそう言っておられるわけであります。したがってこれ消費税増税を強行すればですよ、連立を壊す可能性が非常に高い。民主党の中も事実上分裂状態になる可能性もある。そういうことまでしてやるのかどうか、国民全体として言えばですね、今世論調査で言うと平均6割反対、その声が強いわけであります。で、従いましてですね、私はこういう無謀な消費税増税というのはやめて、私たちが提案しているようにですね、それなりに、大きな会社の黒字のある会社には法人税減税をやらず元に戻す、それから、一定の所得のある方々には応分の負担をしていただく、そして、無駄を削減する、こういうことをですね、しっかり、やることによって財源を確保、我々の計算で言いますと大体12兆円から15兆円は確保できる。そういうことによって社会保障を充実の方向にですね、転換をさせるということが大事であって、もともと民主党は消費税増税4年間やらないと言ってきたんですから、
しかも国民生活第一と言ってきたんですから、そういう方向から野田内閣はもうすっかり離れてですね、何か経団連の言う通りのことしかやってない、そういうふうにしか見えませんので、まあ、消費税増税には絶対反対だという点を最後に申し上げまして終わりたいと思います。